エントリーナンバー3、五十嵐作る、31歳、香味坊唐狭本店でオーナーシェフをしています。発酵は文化であると学んできた私は、今回のテーマに対し、レストランで提供される特別食ではなく、人々に根付き常食できるものに可能性を見出さなければいけないと考えました。私も中国で食べる友情とおかゆに目をつけ、発酵を用い健康不安を排除し、日常食を健康食へと仕上げました。独特な友情の食感を再現するため、天然酵母のほか、軽さを出す酵母、蜂蜜酸、重曹、塩、2種類を混ぜ、しっかり膨張する生地にします。発酵の状態を見極め、こね方、揚げ方に気をつけます。おかゆには酸味を帯びる乳酸菌の生成の少ない生米麹を使いました。塩麹で鶏と湯葉の旨味と栄養価を引き出すことが狙いです。天然酵母の友情と発酵がゆの完成です。あえて飾り付けず、シンプルな表現にしました。私は10歳に満たぬ頃から厨房に入り、料理を目指し食に触れてきました。この間、先輩方の尽力により、味、技術、表現の多様性など素晴らしい発展をしてきた料理界に多くのことを学びました。今後さらに料理界は、食した後の働きや意味に重要性を求める時代になると考えています。現代の食文化は、社会的背景により、食の本質や自然環境との保つべきバランスが見失っているように思われます。そうした矛盾を改善していこうとする一方で、未だ加速しているのも事実です。そこに中国料理界の役割があると強く思います。中国料理の根幹にある異食同源の発想の回帰です。今の中国では、その役割を果たすのが難しいように感じます。中国料理から恩恵を受けた私として、日本人のスピリッツを加え、現代のエッセンスを加えながら、今に昇華させ、発信していく必要があると強く思っております。10年後の自分より20年後の食の在り方、それが私の今の信念です。優勝することにより大きな一歩になると考えています。